い、どうも皆さん、こんにちは。ロート G の時戸でございます。今回は我らがファブゲーミング、ストリートファイターリーグセカンドステージ第5節の最瞬間ソル熊本戦が行われましたので、そちらの方を振り返っていきたいと思います。で、両チームのオーダーなんですが、ファブとしてのオーダーは、これもマンツーマンでしたね。まず、ボンちゃんが、ネモ。そして、流星が、樋口。そして、僕が、シュート。サコさんが、壁。という布陣で、まあ、こちら挑むという感じで決めていきました。まあ、これね、結構ね、キャラ的に相性のいい、まあ、被せの時は、ホームの時は、まあ、このキャラで、相手のキャラに、臨むのがいいんじゃないかと。で、割とね、みんなのその意見も、すんなり、じゃあこれでいこうっていう風に、なった、相手でしたね。でも、JP だけ、どれが行ったらいいのかなっていうのはちょっとあって、で、まあ、ネモに、まあ、ボンが行くのか、僕が行くのか、どっちがいいのかなっていう話になったんだけど、まあ、今回はね、ボンさんが、あ、俺ネモで、いいっすわ、みたいな感じで。本当？あざーすみたいな感じで、そこだけ一応どっちが、担当するのかなっていうのは割と後半まで、決めかねていたという背景はあるんですが、それでもね、3日前ぐらいには、ちゃんと決まったのかな。だからね、今回は割と時間をかけて、1キャラ練習することができたかな。まあまあそんな感じで、迎えた試合でございます。で、そこに対して、最瞬間ソル熊本が出してきたオーダーは、先方、ネモ、JP。ということは、うちは、ボンサーンが、ネモに対して行くこととなります。これね、ネモ側も割と自信あったっぽいんだよね。あの、ワールドウォーリアーで最後にボンちゃんと当たった時に。確かネモがそう勝ってたんだよね。だからネモはその前に僕もワールドウォーリアで勝ってるから、結構ね、うちのチームに対してはイメージ良かったんじゃないかな。うまい！パニカーン、今のはトリグラフか。おお！これうまかったねー。いや、これ残るっしょみたいな感じで裏で言ってたんですけど、まさかこんなに減るとは。2ゲージあるということは、いや、これなるほど。あー、 OD ミスか。あー、そうだ、なんかこんなのあったな。いや、これ、あー、お、いいね。これはバーンアウトまで、ナイス。あ、流れるような、はえー、ボンさんありがとう。ということで、10点まずはゲットですね。迎えた、中堅戦なんですが、こちらは、樋口が出てきたんだよね。樋口ガイル。これね、結構ね、まあ、樋口か壁のどっちかがお休みなんだろうなと思ったんですよ。キャラ的に。あと、ま、その調子的に。シュートとかなんだかんだ言って、やっぱ今すごい勝ってるし、調子いいから、まあ、出てくんのかなとか。で、ネモもキャラ的に出やすい。ただ、ガイルは、JP に対してちょっと出づらいだろうなとか。で、壁さんもまだちょっとこの重要な局面でなかなか出てくるのはちょっとどうなんだろうなっていう感じで見てたんだけど、出てきたのは結局樋口のガイルだったね。で、そこに対してはうちの流星が、まあ鬼のやり込みで、ガイル戦スポンスをやってきたということなんです。まあ一般的にはやっぱガイル JP は JP 有利だって言われてますからね。流星もこの組み合わせはもう JP 有利ですよと。ただ、樋口もやっぱね、これ、被せられるの分かってるから、相当修練を積んでるんだろうね、この組み合わせ。で、もっと、JP がシューティングするのかなと思ったら、全然違うみたいね。JP はなんか前に出て、プレッシャーをかけに行く。まあ、JP のリターンを押し付けていくような組み合わせになるのかなと思います。というか、見て思った。あ、これも樋口、いい対策だね。ワープに前ダッシュ。これはぜひとも見習いたい。
ああ、これは流れ悪い。こっからよくまくったな。で、今ちょっとネタバレしちゃいましたけど。さあ、ここは、削りながら、ラブーシュ発動。おお、これは。いや、やっぱガード資金のむずいって。これはラブしかない。あ、まだファンアウトしてんのか。あー、ひくち、気合のインパクト。いや、一進一退。もう、ひぐちも、ギリギリのところから、布団を通したな。まあ、このゲームさ、決めきらないと、どっかでも逆転あるから、ね、強気な選択肢取りたくなっちゃうんだよな。そこにインパクトって刺さるんだよね。よっ。あーはー、え、ちょっと待って、これ、補正切りを狙いに行ったのか。さあ、ヒインパクト。うわー、これは、これはまずい。台形台、お、なるほど。またイン、ダブルインパクト。じゃあ、ダブルバーンアウト。あーっと、ジャンプしてるところに打撃が刺さって。これは打撃暴れ、中断、からの、インパクト。はい、というわけで、こちら先方戦、中堅戦とね、チームメイトで勝っていただきまして、対、次は大将戦でございます。で、大将を最瞬間剃る熊本は、シュートマリーサがですね、まあ、窮地をね、常に救い続けてきたシュート。ここでまあ大将で出ることは割とね、想定はできてたわけであります。そこで迎え撃つ形となるのが、私の剣。で、行く前に、まずね、マリーザ、途中までね、ボダンマリーザじゃないかなと思ってたんですが、直近の履歴を見ると、やっぱクラシックで最近練習してることが多くて、で、最近、ザンギさんとかも、クラシックになって、で、まあ、メキメキとね、実力を伸ばしてきてるんで、ザンギさんに一番多くやってもらったかな。あとは、ボダンで、柳井くんとか、あとは、たゆたゆさんとか。で、剣は、うまく中足を先撫でたい。で、画面端に持ってったら、置き攻め、リスクなく投げを選択できる。っていうのがすごい、やりやすい組み合わせ、置き攻めに関して言えば。いや、返したかったな、今、後ろに。小パン、中パンのターゲットにしたかったな。OK。OK!なんか1ラウンド目は、コンボ判断以外は良かったように見える。あ、投げまで決まって。うわー、ここうまく回してたか。モダンじゃなくても出てくるんだよな。ダイブゲージは、あ、これな。投げもう一回行くか。最後は行かない。あ、行った！投げ。ここは？あ、これ何もしない。あ、いや、インパクトか。ここの後ろにスペースがちょっとあると見えちゃったんだよな。時間を使ってくる展開だから、ずーっとインパクトのことを見るのってやっぱ損してる気分になっちゃうからね。ここもかー、ここもそうですか。どうだろうな。もし自分、仮に自分がアドバイスをするんだったら、中キック自体は結構引っかかってるような気がするから、そこをうまく、もうちょっと狙うっていう方がいいかな。あんだけ早い対空が出てくるってことは、多分そっち見てると思うんだよな。やっぱ2ラウンド、2試合取ってるから、前に行き、あ、ここねー、これやっちゃったんだよなー。
倒しきれ、バリザちょっと体力多いんですよ。500ほど。さあ。なんかピクピクしてる。ローキックで削りに行きたい。ただちょっと下がりすぎちゃってるね、これ。あー。いやー、そうですか。ドーン。はい、というわけで、私は大将戦、シュートにね、かぶせでホームで出て行ったんですが、0対3で跳ねのけさせられてしまいました。先方中堅とね、非常にいい形で大将まで伝えてくれたんですが、ここはね、申し訳ない。ダメ押しの20点をね、取ることができませんでした。で、20対20になったので、ここで、延長戦なんですよ。で、延長戦で、まあ、誰が出るかってなった時に、まあ、この試合結果を受けるというか、まあ、試合の内容を見せて、とりあえず、人変えよっかって言われて、まあ、向こうは、まあ、シュートが出てくるのかなと思ってて、で、まあ、とりあえず、これは、こっちはチェンジで、っていう感じで。で、まあ、俺も、チェンジで、っていう感じになっちゃいました。で、こっちは延長戦、そのシュートに対して誰が行くかっていう、なって、で、まあ、ボンと、時戸で、まあ、シュートに行くか、ネモに行くかでちょっと迷ってたこともあって、まあ、割とボンがね、3日前ぐらいまではマリーザ戦もかなりやってたので、まあ、それで、ボンちゃんに行ってもらうということになりました。含めると、リーチすごく長くなるからな。あ、間に合ってない。さあ、後ろ投げ決めて。いっぱい、ああ、ここでうろうろから。ありがとう、ボンちゃん、ありがとう。はい、ということで、最終的にチームの対戦結果は、ファブゲーミング対最終巻ソウル熊本は25対20で勝利することができました。本当にチームメイトありがとうございます。はい、私は、大将でね任せてくれたんですが負けてしまいましたが、いや本当にチームメイトが強い強い、ありがとうございます。はい、そして今回の結果を受けての順位表がこちらとなっております。はい、ファブは引き続き1位。まあ、勝ってるからね。25対20とはいえ。まあ、当然1位という形なんですが、2位に上がってきたのが魚群。ここで魚群が40対0だったのか。CAG 相手に。伸ばしてきてますね。手強いですね。で、3位の DFM も、忍び相撲に30対10で勝利したことにより、ここで110点。そして4位のソルも、110点と。5位忍び相撲75点。6位サイクロプスアスリートゲーミング60点ということで、今のところ、1位、2位の差と4位、5位の差が、離れているという結果になっております。なんとかね、好調のうちに、前半戦を終えることができたので、後半戦も引き続きね、頑張っていきたいと思っております。はい。はい、そして、ここからは、ソシックスに詳しいスタッフから今節に関しての質問が届いていますので、そちらに回答していきたいと思います。セカンドステージ前半戦が終了しましたが、時戸さん個人の試合を振り返って採点をお願いします。ということなんですが、僕の個人の試合は、振り返ってみると、一節目、ナウマンに負け。ナウマンに負けから始まって、いや、これ、剣道キャラで負けちゃうのか、と。向こうもでもそんなに、自信そんなあったんかなっていうような内容だっただけに。まあ、ここは、取りたかったし、アウェーってちゃんと全部の組み合わせ想定しなきゃいけないんだよな、っていう
の、気づかされた、第1節。そして第2節は、逆にこっちがケンケンかぶせたろうみたいな。前回負けたナウマンと一緒に練習することにより、藤村の剣にこっちの剣がかぶさっていき、まあ、これはこれでうまくいったのかなという第2節。そして第3節は、剛腕に対して、剣で出向き、まあなんとかしますっていう、なんとかなりましたっていう第3節でしょ。で今度はまあ、なんかもう謎よねこれ。剣に被されて、で逆に剣に行って、で今度はチュンリーに被りに行って、その次の第4節では模型のチュンリーに被されるっていう、まあ第4節だけ処理っていう感じだったかな。で今節シュートに対して、これもなー、まったね相手がっていう感じでやられて、結果としては3勝2敗なんですが、大勝で1回だけ出て、大勝で負けているので、まあ、稼いだ得失点的にはイーブン？まあ、まあ、いいんじゃない？で、今年のストリートファイターリーグは、やっぱね、今、ボンと流星が、すごい強いと思う。強いし、2人も自信持ってやってるから、だからあともう1人で、もう一人、サコさんと、俺で、そこなんとか、うまく、まあ、つなぐというか、まあ、足引っ張らないようにせんといかんなという感じで、前半戦は、見てるかな。で、後半、まあ、相手も変わんなくて、ホームアウェイが入れ替わるだけなんだけど、まあ、今回の、前半節で得た、情報とか、敵の様子を見て、まあ、そこをうまく、作戦に組み込んでいけたらいいなと思っております。だ採点で言うとどんぐらいだろうな、まあ9大点、60点ぐらいじゃない、学校の成績で言うと、あの加と量の間ぐらいだと思う。まあちょっとね、ここからもまあ伸ばしていく必要があるという感じでございます。はい、そして、次回の対戦予告なんですが、今度は第6節、11月14日です。火曜日ですね。デトネーションフォーカス2に、ホームで迎え撃つ形となります。試合順は2番目です。こちらね、前回、負けてしまった相手ですので、なんとか、ホームで、リベンジを果たしたいなと思っております。ご視聴よろしくお願いいたします。てな感じで、今回の動画はこれにて、次回の動画でお会いしましょう。また。